夢の旧作「西洋夫人考察事件法医学的な探偵みを含んだかつ残忍性を帯びた事件の実話を書け」という注文であるが今ここに書く事件はいかんながら左の3項についてその筋に残っている公式の記録もしくは筆者のノートと相違しているはずである。 1, 1外事件発生地の地形関係地名人名2機密事項の内容3法医学者の活動範囲従ってその意味からこの項は実話と称する資格を書いているのであるがここに都合のいいことに右の3項はこの実話としては むしろ冒険的な問題である冒頭の要求通りの事件の全貌とつまらない謎が非常にグロテスクな不可解なものに見えたその真実の経過を明らかにするためには何の妨げにもなっていないのみならずこれを省略変更したことがかえってこの事件に対する理解の明瞭度を高めるために役立っていると思うなお前期3校を偽装し または仮装したことはこの事件の真相を記憶しているある一部の人々の不快とするところかもしれないがそのそうしなければならなかった理由は「六領後に自ら施行されるであろう」「R 市の S 岬というと日本海に面した風光明媚の継承である」R 市から海越しに、 直径一里半ばかり隔たった海岸で首の細い半島になっている赤土山の松原の中に西洋人や日本人の別荘がちらほらと立っているところであるがその内海側の一番突端のこんもりと丸い松林の緑の中に R 市にある某石油会社の支配人で有名な愛妻家としてたびたび新聞にゴシップされたことのある JP ロスコーという 罰黒人の住宅が建っていた。見るからに勝者なバンガロー風の青ペンキ塗り平屋建てで対岸の R 市から眺めると山頂ばかり離れて建っているリンダ療養院の赤い屋根と偶然の美しいコントラストを作っているのであるがその JP ロスコー氏の最愛の夫人で今年2四になるマリー・ロスコーという美人が大正×年の 8月20何日であったか土曜日の真夜中にこのバンガローの中の寝室で絞殺され暴行を加えられていたその時に裏手の少し離れた日本屋に住んでいたロスコー家のコック兼小遣いの盗作という老人は機械にも酒に酔っ払ってそこから2 0 0ルばかり隔たった半島の突端外海側の ある低い小さな岩山の上の生い茂った草原の中にグーグー眠っていたというのが事件の発端であったその土曜日の晩に会社で徹夜の仕事をしてあくる日曜日の朝早く大急ぎで帰ってきた愛妻家のロスコー氏は昨夜自分自身の手で確かに鍵をかけて出たはずの玄関の扉が 半分ばかり空いているのを遠くから発見してはっとした大急ぎで我が家に走り込んでむごたらしく変化したマリー夫人の考察死体を一目見るとそのまま一山に表へ飛び出して育児なくも内海の波打ち際にぶったおれて気絶しているのをほど経てハゼ釣りのために通りかかった二人の県庁理員が発見して ほど近いリンダ病院に担ぎ込んだその院長リンダ博士の応急手当でロスコー氏はやっと意識を回復して前期のような事実をかろうじて物語るには語ったが元来が西洋人一流の極度にセンチな育児のない性格らしく一種の地方患者かなんぞのようにボロボロと涙を流して「マリーマリー」と同国するばかりで。 何が何だかさっぱり容量を得ないそこでリンダ院長が気を利かしてたった一人いる助手の湯気という医学士に命じてロスコー家の様子を見にやるとその湯気医学士というのがまたそのような仕事ののんびりした病院の助手らしい探偵小説の単独者であったしたがって相当の好奇心の持ち主らしくロスコー家の寝室に無断で侵入して 婦人の残死体を発見したが、しかしさすがに死体には手を触れなかったそのまま浴室の横を抜けて裏手の小遣い部屋に来てみるとかねてから顔と名前だけ知っている盗作 G の姿が見えない怪しんで付近の状況を調べてみると盗作の部屋につながっている呼び人と S 氏に通ずる電話線が切断されているそこで いいよいよ好奇心をそそられた湯気医学士はなおそこらをくまなく探索しているうちに意外にも雌岬の突端の岩山の上で大の字なりにグーグー眠っている盗作爺を探し出したのでとりあえず揺り起こしてリンダ病院に連行して弱り込んだまま寝ているロスコーに付き添わしただから盗作老人はまだマリー夫人の死骸を見ていないし 死んだことも気づいていないかもしれないというのがリンダ病院の電話で R 氏の警察へ報告された第1話であった対岸の R 氏から時を移さず水上署のモーター探偵に乗って出張してきた賀を検事市川義慎判事 R 氏警察司法主任巡査刑事警察医書記等 数名の一行はまず1名の刑事をリンダ病院に走ってロスコー氏と当作老人の同棲を監視させたそれからマリー夫人の死体を調査するとマリー夫人というのは西洋夫人としては小柄な方で二十歳ぐらいに見える丸々と太った南郷式の肉感的な美人であったが枕元の豆スタンドから引き離した 黒絹の皮膚コードをぐるぐると首に巻きつけ乱れた金髪のカールを顔面いっぱいにへばりつかせた中から青い両目をくわっと見開き白くなった小さな唇から大きな赤黒い血の塊をだらりとあごの下へ吐き出し薄い青絹の真意を胸のところまでまくり上げたまま呼吸をつかんでもん絶している状態はとても凄惨で。 二目と見られたた。姿ではなかったロスコー氏がたった一目で仰天して気絶してしまったのも無理はないと思われた無論疑いもない電気コードによる絞殺死体で格闘の際の出来事であろう舌の途中を大きくかみ切っていることが間もなく警察員によって発見されたなお薄青い真意の腕の曲がり目と肩と 伝部の真後ろのところが破れているのが猛惑な格闘のあったことを物語っているがそれよりも何よりも警官たちを驚かしたのはマリー夫人の肉体であった西洋夫人には珍しい持ち肌の雪のように白い背部から両腕で部にかけて奇妙に歪んだ格好のバラと百合と雲と星とを ベタ一面に入り乱れて、してあった。特にこんなことにかけては気の弱いのを特徴とする若い美しい西洋婦人がこれほどの入れ墨をするのにどれほどの傷よさと忍耐力を要したかを考えただけでも身の毛がよだつくらいであったこれを見た係官たちはこの事件に対して今までにない 一種異様な緊張味を感じたらしい平常よりもずっと熱心に捜査に従事した結果いろいろな興味深い事実が次から次に判明してきた犯人の忍び込んだところはロスコー家正面のバルコニーの真下にあたる重い板戸で俗に万能鍵と名づくる専門の犯罪用具の中でも最も精巧なものを使用してこじり焼けたものであることが 鍵穴を解体した結果判明した。それから犯人は玄関の内側に面した鍵のかかっていない扉を押し開いて婦人の寝室に侵入し寝台の上で婦人と格闘してこれを考察した以外には「一物も奪い得ずに逃走した事実」などなどなどが何のくもなく推定されたがここに困るのはそれ以外の「室外における犯人の行動が」 さっっぱりわからないことであった。ロスコウ家の周囲の松原には砂まじりの赤土の中から丸い石が一面にゴロゴロと露出していて苔があまり生えていないそのために靴で踏んでも素足で歩いても足跡が全然残らないようになっていたしかしその石のゴロゴロした松原の周囲は 岬の突端にある松林続きの岩山をのぞいた全部が真っ白いきれいな石英室の砂浜になっているのだから犯人がその岩山伝いに松原を潜ってきて帰りにもまた同じ筋道を逆行しない限りその松林の周囲のどこかの砂浜に足跡が残っていなければならないはずであったしかるにその砂浜に残っている足跡といっては 対岸の R 市から波打ち図体に歩いてきた2人のハゼ釣り男のそれとその前に郊外電車の停留所からやはり海岸図体に帰ってきたマリー夫人の死骸を見て仰天し波打ち際でぶったおれたまでのロスコー氏の靴跡を除いては何一つ発見できなかったしてみると犯人は闇夜の海上図体にどこか泳いでくるかまたは 船を漕いできて岬の突端の岩山を越えてきたものでなければならないはずであるがこれはよほどこの辺の地理に精通している上にそうした潮時と潮先の加減を十分知り抜いていない限り、ずり随分当てずっぽうな冒険的なやり方で成功したものと考えなければならなかったのみならずその問題の岩山の上には酔っ払っていたとはいえ ロスコー家の雇い人の盗作が寝ていたというのだから話がなんとなく妙置き人であるたとえ盗作を犯人として考えてもなんとなく辻褄の合わないところがあるように考えられるそんなことが表議研究されているうちに間もなく正午過ぎになるとまたまた異様なものがこのバンガローの中から次から次に発見されて係官たちを面食らわせた。 その第一は玄関の奥に台所と隣り合って設計されている浴室の立派なことであったそれはマリー夫人の寝床の下から発見された鍵束でやっと開かれたものであったが超モダンな分離派式タイル割の3坪ばかりの部屋の天井と紙壁に贅沢にも数十個の電球と合計7個の大小の鏡を取り付けた バカバカしいとも形容されるべき構造でロスコー夫妻の大敗的な趣味を露骨に裏書きしたものであったそれから第2は寝室犯行現場の隣室になっているロスコー氏の書斎の一隅にある粗末な木製の本箱を一人の刑事が何気なく取り除いてみるとその向こう側の壁に塗り込んである極めて旧式の小型金庫が発見されたことであった。 その金庫は無論日本製のものであったがその金庫を発見した刑事が何かしらうろん臭いと思ったのであろう持っていたマリー夫人の鍵束でこじり回してでたらめにマリーという三児のカタカナの記号に引っ掛けてみると偶然の一発あたりで開いたその中の棚にはいちいち薄紙に包んだたくさんの写真と英文の見事な細字でしたためた 原稿用の西洋型ケーの大部な閉じ込みと西洋式の入れ墨の道具を収めた大きな銀の箱とが重なり合っていたが中にもそのおびただしい写真というのは全部世界各国人の各階級を網羅したものらしい入れ墨の写真ばかりで驚くべきことにはそれらの入れ墨の中に新聞や雑誌で紹介されている各国の危険名刺、 スター級の映画女優の顔がちらりちらりと混ざっているばかりでなくさらにさらに驚くべきことにはマリー夫人その人の入れ墨マリー自身その人の入れ墨ロスコー氏自身およびコック兼小遣いの盗作の前身に相違ないと思われる若い西洋人と日本人の顔とその首から下に属する入れ墨とが 見見事な因果紙に焼き付けられれているのが発見されたことであった。その中でマリー夫人の入れ墨の図柄は前述の通りであるがロス・コー氏自身のものは精密な西洋古代の海鮮の単色彫りまた盗作のは吉原の花魁道中の図でこれはまたロス・コー氏の文と正反対のぼかし色彫り化粧彫りなどいう あらゆる入れ墨の秘技を発揮した豪華版がそっくりその通りに水彩顔料で採色されたものであったこうした数々の発見はさすがの事件に慣れた警官たちを少なからず面食らわせた最初は金品の紛失が一つも発見されないところから単なる地上関係から起こった事件ではないかという考えが奇切して一同の頭に浮かんでいたらしかったが こうした途方もない発見が次から次に出てくるとその単なる西洋婦人殺しの裏面に潜んでいる事情が何かしら複雑を通り越した恐ろしく奇怪なむしろ神秘めいたものではないかという感じが一同の頭を次第に動揺させ始めたのであった。一方には。 療養院から招集された盗作 G がロスコー家裏手の日本や自室で厳重な取り調べを受けたのであったがその申し立ての内容にも相当に怪奇な文書が含まれていた盗作の全身にはロスコー氏の金庫の中から発見された写真と同様の入れ墨が確かに存在していたそれはその撮影と彩色の技術がいかに巧妙なかつ 優秀なものであるかを事実に証明しているものであったが本人自身はその背負っている入れ墨の威勢の良さにも似合わずただもう恐れ入った特実そのもののような態度でびっくりびっくりと尋問に応ずるのであった私は30年ばかり前からコック兼掃除男としてご当家の露津公様にご奉仕申し上げているものでございます。 お給金は毎月八十円を頂戴しまして、あるしで玉突き屋をいたしております実の娘と、大学生の養子夫婦に毎月六十円ずつ分けてやりまして、残りの二十円をたばこ代と酒代にしながら、気楽な日を送っておりますようなことで、貯金もただいまは二千円0円余りございますので、 死んだあとのことなぞちっとも心配いたしておりませぬただいまのロスコー様のご夫婦仲はまことにおよろしいようでことにお二人の中でも奥様のマリー様は見かけによらない気の強いお方でございますご主人がご心配なさるのを振り切ってこんなさみしいところに地面をお求めになって ご自分のお好みのとおりの家をおたてになってたった一人でお留守番をなさるのですからえらいもので雪の降る日や風雨の日などは遠い郊外電車の停留場から歩いてお帰りになるご主人様がかえってお気の毒でなりませぬそのような話を私から聞きました娘夫婦も 驚いて感心しておりますようなことで。またご主人のロスコー様の方は万事にお気の小さい優しい一方のお方でございますがそれより他にはお二方の日常のご生活につきましては詳しく存じもいたしませんし申し上げることもございませぬ。昨夜は ロスコーの若旦那が私に今夜はかなり遅くなる見込みだから戸締まりを厳重にして早く寝なさい表の玄関の合鍵は私が持っていくから裏口の締まりだけ頼みますといったようなお話でそのままお出かけになりましたので日が暮れると 奥様にお夕飯を差し上げましたからすぐにこの部屋に引き取りまして久しぶりに手酌でゆっくりと一杯飲んで寝ましたところが年寄りのくせで夜中に正面に行きたくなりまして目が覚めますと平然に似合わず頭が割れるように痛んでおりましたしかし 白昼のようにいい月でございましたから竹の皮の庭草りを吐きまして裏の松原に出て用を足しますと夕方の飲み残りの酒を持って松原を抜けまして外海岸の岩山に登ってそこの草原で官民の口からラッパを吹きながら銀のように打ち寄せてくる真夜中の大潮を見ておりますうちに 向かい酒が効きましたかしてまたぐっすりと眠ってしまったらしゅうございます。そのうちに戦国のリンダ病院の大臣さんにおこされまして、ロスコー様が海岸にぶったおれてござったのをたったいまリンダ病院に担ぎ込んでいる。様子がおかしいからすぐに海報に来てくれと言われましたときにはびっくりいたしました。 い,いえ、全くでございます。マリー様がお亡くなりになりましたことを聞きましたのは、今が初めてで、なんともはや申し上げようもございませぬ。いつも奥様から励まされ励まされして、やっと会社へお出かけになっておりましたくらい気の弱いロスコー様が、あのようにお取り乱しになるのもごもっともなことで。 私はただひま世ついに打たれましたせいか、体じゅうが骨を引き抜かれたように勝ったるうございます。おまけに胸がむかついて目が回りますようで、口の中に腐った肖像のような臭気がいたしまして、こんな気持ちは生まれて初めてでございます。そんな次第でございますから、 マリー様がお亡くなりになりましたことについては、私は全く何も存じませんので、えい。それよりも、ロスコーの若旦那様の目付けが、今朝から少しへんてこでございますので、そればかり心配しております。お話の通りでございますなら、やはり、 心からマリー様のお亡くなりになったことを悲しんでおいでになるのでございましょう。お一人でおったら何をなさるかわからない気がいたしますが、大丈夫でございましょうか。ずっと前に、香港でマリー様とのご婚約が破れそうになったときにも、ロスコー様はやはりあんなようなヒステリーじみたご容体になられましたもので、 私はこう申しますうちにも何となく気になって気にになななっっててたままらいいのでございます。そんなことを繰り返し繰り返し言いながら盗作は白髪頭をしっかりと抱え込んで考えているその他ロスコウ家の過去については何を尋ねても返事をしない特に入れ墨に関係したこととなると下記のように口をつぐんでしまう 入れ墨の写真を突きつけられても冷たい目でじろりと見たきり頭を環境に左右に振るばかりでひと言も漏らさない態度が極度に野蛮な反抗的なものに見えるのみならずその昨夜というのは印歴29日の暗夜で月なんぞは出なかったはずなのに白昼のような満月が光っていたというのがすこぶる怪しい なるほど、大潮にはそういなかったが速攻所に問い合わせるまでもない夜通しの曇り空で月どころか星の影も見えなかったはずだがと念を押しても盗作じはただびっくりした顔で不思議そうに警官の顔を見回すばかりであるしまいには頭が痛いせいか面倒くさそうに目を閉じて「それは」 旦那方が9の歴美をご存じないからです。昨夜は確かに9の15日に間違いなかったのです。確かにまん丸いお月様が出ておりました。と落ち着いて頑張る。表情がいかにも真剣で不思議であった。だからとにかく現在のところでは盗作が1番怪しい。とりあえず。 マリー夫人殺しの権威者として降因してみようではないかということに係官の意見が一致したそしてこの上はほど遠からぬリンダ病院に行って直接ロスコー氏について前後の事情を尋問して何らかの手がかりをつかむより他に方法はないというので係官の一行がやがてロスコー家を引き上げて出かけようとしているところへ今まで リンダ病院でロスコー氏に付き添っていた大親の湯気医学士が白い服を着たまま一席切って転がり込んできたその報告を聞いてみるとまた一大事である最前からマリーマリーと連呼して泣きじゃくっていたロスコー氏が突然に静かになった寝台の上に置き直って 両腕をしっっかかりと組んで動ななくなったわずかな間に見違えるほどものすごく痩せ衰えた顔に両目をじーっと据えて窓の外の青空を凝視したまま黙りこくっているうちにその目の色が次第次第にものすごくなり真夜中のようにキリリキリリと歯をかみ鳴らし始め突然精神に異常を呈したらしく そこいらにある品物を取っては投げ取っては投げするので危なくて近寄れないそのうちにたった今のこと隙をうかがったロスコー氏は哀れにもポケットからピストルを取り出し自分の頭のこめかみ上部を射撃して自殺してしまった今少し早く精神異常者と認めて処置しなかったことを 院長をはじめ非常に恐縮しているという話であった係官の一行は今更のように狼狽したまだ息を切らしている湯毛医学士と一緒に現場に急行してみるとまさに報告の通りで裏庭の外海に面しているロスコー氏の病室内は額縁や薬瓶植木鉢泥砂礫草花 その他の器物やガラスの破片が足の踏み場もなく散乱している中に脳腸が飛び散り青い両目を飛び出さしたロスコー氏が鮮血の網を引っかぶったまま汚れたピストルをしっかりと握って寝台の上から真っ逆さまに滑り落ちている光景はマリー夫人の死にざまにも増して凄惨な恐怖的なものであった警察の捜査方針はここにおいて ごり夢中にすることとなった出ない月を見た盗作の陳述だの事件全体に因縁深く覆いかぶさっているらしい英文の入れ墨に関する書類や写真だのその説明の鍵を握っていたであろうロスコー氏の突然発狂の自殺などいう事実などを重ね合わせて考えてみると加茂検事をはじめ係官一同の頭がいつの間にか実際的な着眼点を見失って 探偵小説式な架空や想像、推理の渦中の中にぐんぐん巻き込まれていくのであった全体に地上事件らしく見えながら半分は巧妙な窃盗犯の手口も加味されている単なる他殺が単なる他殺でなく単なる自殺が単なる自殺でないといったふうに考えなければ大変な間違いに陥りそうな気がしてきたので さすがに老練な賀茂検事もうっかり探偵が下せなくなった類犯ばかりを標準にして判断をつけるのが習慣のようになっている刑事連中などはただもう面食らってしまっていたこれは到底我々の手に合う事件じゃない怪盗人の気持ちなんか我々にはわからないんだからなどと逃げ腰になる者さえいた以上の報告を 司法主任の警部から詳細にわたって聴取した R 氏系の山口郎署長もやはり判断に迷ってしまったのであった普通の場合だと検事に対する部下の不平な謎を聞いてやってしっかり頼むとかなんとか激励するだけで差し出た意見を付け加えたり何かしないのが恩厚を持って聞こえた山口郎署長の本文見たような習慣になっていたのが 今度という今度ばかりは例外になってきたというのはちょうどその時に県庁の特攻課がロスコー氏の自殺を重視していることが分かった確かな理由は不明であるがロスコー氏の行動はずっと以前から極秘裏に特攻課の監視を受けていたものらしくその自殺を分置した私服の特攻課外事会員の2人山口所長に極秘裏で面会し 事件の真相を聴取したいと申し出た。そのついでにロス・コー氏の奉職している石油会社の本社でもこの S 岬事件を相当重視しているらしい RC c 社の重役で日本語の達者なドラン氏が本日知り合いの特攻課長のところへ出頭して「ロス・コー氏の死因は自殺か他殺か本国へ打電する必要があるからごく内々で説明してもらいたい」 東京の本社から人事係長と海軍隊員上がりの日本人重役の2名が本日午後の休校で東京を出発したという電報が来たからその2名が到着しない前に真相を判明していないと自分の責任になる恐れがあるのでぜひ説明してほしいさもなければ当時の裁判所の検事か警察署長に紹介してもらいたいというので 非常に低重な態度で愛想嘆願してきた、という事実を外事会員が漏らしたので画前自事態が二重三重の意味で緊張してきたさすがに着実温厚を持って聞こえた老所長もこれには少々狼狽させられたさもなくとも正体のつかみにくい事件の真相を最大23日のうちに片付けなければ日本の警察の維新に関するのみならず ぐぐずぐずすると面倒な国際問題にまで引っかかっていきそうな形勢になってきたのでじっとしておれなくなったところが幸いに最初からこの S 岬事件に関係していた賀茂検事は所長の同郷で懇意な間柄だったのでそこに一堂の活路が見いだされた山口郎所長はやはりその夜のうちに極秘裏で賀茂検事に面会して色々いろいろと懇談を遂げた結果 とにかくその入れ墨なるものについて専門家の意見を聞いた上で何とか方針を決めることにしたらどうであろういずれにしてもそんな奇怪な書類を中心にして入れ墨をした人間ばかりが寄り集まっている点が不思議といえば不思議であるしかも入れ墨の話に関する限り盗作 G ががんとして口を開かないところを見るとそこに事件の秘密を解く鍵が隠れているのじゃないか といったたようなことにあらかた意見が一致したがしかし R 氏のような比較的強硝な都市に入れ墨の研究家なぞいうものはいそうにない無論別にこれというほどの心当たりもないのでとりあえずこれも所長の小学時代の銅像として懇意な R 大学の法医学教授犬田博士を招いて意見を聞いてみてはどうだろうということになった。 出張から帰ると間もなく山口朗書長から詳細の話を聞いた法医学教授犬田博士は老教にを呼んで激務に従事している旧友の立場に同情したものであったそれはちょうど良いところへ来てくれてありがたい僕も今では法医学研究の立場から入れ墨に関する研究をやってみたいと考えているにはいた入れ墨というものを 各国別と各職業別の双方の観点から研究して整理することは非常に困難な、同時に貴重な仕事で現に僕もドイツ人とフランス人の著書を一冊ずつ持っているにはいるがしかし君の話を聞いてみるとそのロスコー氏の研究こそは僕の理想に近いものではないかと考えられるとにかくそのような熱心な入れ墨の研究家がこの付近にいることは全く知らなかったのだから ぜひとも同行してそのロスコーの遺物である入れ墨の研究書類を見せてもらいたいものだというので即日 R 警察署に出頭し我望検事、市川義震判事、山口所長、特効会員司法主任立ち会いの上で R 署に保管してあったエスミサキ事件の被害者マリー夫人と 自殺者ロスコー氏の死体に残っている入れ墨のブロマイド写真を見せてもらって極めて念入りな比較研究を遂げたついでロスコー家の日本製の金庫の中から出てきた書類や写真のそこここを拡大鏡で精細に覗き回り最後に入れ墨の道具を入れた銀の箱を開き片隅に詰めてある小さなアルコールとコカインの中身を嗅ぎ比べまたは舐め、 インディアラバーと彫った小型の銀箱の中の青墨をコカインに溶いて手の甲に塗ってみるなぞ、相当時間をかけた熱心な調査のあとにゴマ塩顔をもじゃもじゃとかき回し山ひげをなでそろえ痩せこけた体に引っ掛けた羊羹色のフロックコートの襟をこすり直した犬田博士は顔を真っ赤にして謙遜したこの程度の説明なら私にもできますが。 ニコニコ顔で金眼鏡を吹き吹き一堂に向かって咳払いをしたこれはどうも貴重な文献ですなこの書類は皆ロスコー氏の父君 M.A. ロスコー氏と今度自殺されたという J.P. ロスコー氏の合同の研究にかかるもので入れ墨の技術を主眼とした各国別と各職業別になっておりましておそらく この原稿が出版されましたならば世界有数の権威ある入れ墨の研究所になるであろうと信じます冒頭の序文によりますと全体の約3分の2が父 MA ロスコー氏の収集写真とその記述にかかっており交尾約3分の1は子息 JP ロスコー氏の仕事ということになっております各校の末尾にそれぞれ調査日付と ロスコ不死もしくは特殊な気候家の署名が添えてありますなお序文によりますと父 MA ロスコー氏は抜国の科学者サー・ロスコー氏の謹慎で有名な大政治家 G 教とその性的の S 教の領主から同時に信用されていた外交官だったそうですその MA ロスコー氏の足跡はスペイントルコチリ日本 などなどなどの初期間どの12等書記官ろを転々し最後にシナ香港の領事として着任しているようですがその間に自分の趣味として手の及ぶ限り入れ墨に関する写真や文献を収集したものでしかも自身に各国の入れ墨の技術者について実地の研究を遂げ結局シナと日本の技術が世界的に最優秀である旨を いちいち的確な例証を挙げて記述しているのですから、驚くべく真剣な研究と考えなければなりません。一番最初に挙げてある一枚は、千八百八十六年に取ったルーマニアの皇族フロマニア伯爵とありますが、それから後に着手された調査が今日まで約四十年の長日月にわたっておりまして、途中千九百十九年に至って。 息子の J.P. ロスコー氏が父の死により研究を引き受けた旨が記載してあります。問題の盗作の入れ墨の写真は相当古いようです。日付は1904年の4月になっておりますし、入れ墨の手法は全然日本式で、しかも徳川時代の違法を牧手していた維新後20年以内の図柄ですから、盗作はとにもかくにも、 先代のロスコ氏をよく知っているはずと思われますまた息子の JP ロスコー氏の死体に残っている入れ墨は左の二の腕に彫ってある文を除き背部の全面がサラミス海線の図になっておりましてその古代戦艦や波糖や空を飛ぶ神々の姿まで非常に細かい線描になっているのですがそれがどこまでもムラのない黒の一色でおかしも何もない。 その細い線の断続の具合から見ても明らかにコカインの使用法を知らない外国でも旧式の手法に属するものでことによると父 MA ロスコー氏が練習のために自身で施術してやったものではないかという想像が可能のようですそれからその次に非常に面白いことがありますそれは他でもありません自殺した JP ロスコー氏の左の二の腕にある入れ墨と マリー夫人の全身のそれとは全然手法が一致していることですもっとも図柄は全然違いますロス講師の左腕のは怒りとウミヘビを組み合わせた会員仲間にありふれた種類のものですこれに反してマリー夫人のは優しい花や星などですがいずれも極部を麻痺させるためにコカインを使用したものらしくロス講師の背部のそれよりもかなり濃厚。 図形が近代画の手法で歪められておりまして雲や星など後期印象派の匂いの高い曲線や不正直線を用いている点が共通しているところを見ますと夫人の肉体に対する若いロスコー氏の変態恋愛もしくはマリー夫人のロスコー氏に対するマゾヒズム傾向の両者が生み出した要求の表れではないか。その結果 こうした若い西洋夫人としては、けうの施術が行われたものではないか、という事実が推定されるように思います。要するに、ロス公子の左腕の入れ墨は、マリー夫人に施術する前に、ロス公子が試験的に、細菌式のコカイン済みの使用法を研究してみたものではなかったでしょうか。なお、以上の事実を確かめるために、 目下交流中の当作老人に一度面会させていただくわけにはいかないでしょうか私が特別に自身で質問してみたいことがありますから我望検事、市川判事山口所長以下皆こうした犬田博士の説明を聞いているうちに一旦事件の表面を覆っている不可思議な悪夢から呼び覚まされてさらにまた今一度 一層恐ろしい悪夢の中に突き落とされたような気がしたというそうして皆今まで全く世に知られていなかった犬太博士の頭脳の偉大さを初めて知って驚愕しかつ尊敬し始めたものでこの事件に限って犬太博士をもう少し自由に活躍させてみたくなったという 所長室に引っ張り出された東作 G はもうかなりの高齢らしかったしかし若い自分に相当の苦労をしたらしく石油会社の印番店ともも引きに包まれた骨格はまだがっしりとしていて全体に筋肉質ではあるが栄養も普通人より良好らしく見えた手錠をかけられたまま観念の目を閉じて犬田博士と整体した椅子に腰をかけさせられると 気力の確かなすごい瞳を上げて博士の顔をじろりと見るとまたひっそりとまぶたを閉じたその豊富な角刈りの銀髪とブラシのように生やしたゴリラ式の狭い前びたいと太いぼうぼうとした長生き眉と大きく一文字に閉じた唇を見ると「なるほどこれならば剣技のかかるのも無理はないと考えられそうな野生的な。 頑固一徹の性格を表していたしかし犬田博士は平気であったこの盗作寺のものすごい視線を博士一流の柔和な親切そうな微笑でにっこりと受け流しながら朝日を一本吸い付けて一文字の口にくわえさせてやったそれから自分も一本火をつけて加えながら今一度にっこりとして椅子をすめた じいさん、ご苦労だったねお前に罪のないことは僕が知っているよだから今となっては何もかも洗いざらい話した方がよくはないかその方が娘さん夫婦のためになると思うがどうだねロスコー家の秘密を何もかも話してくれないかねロスコーさんはあれからすぐに自殺してしまったんだからね 博士の言葉が終わらないうちに盗作老人が口にくわえてスパスパうそうに吸っていたタバコをポロリと膝の間へ落としたロス講師の自殺を知ってよほど驚いたらしく顔色をみるみる青くして顔面筋肉をビクビクとけいれんさしたしっかり閉じた両目から涙をハラハラと流してうなだれると前よりも 堅く口を閉じてしまったその態度を見ると犬田博士はなおもひと膝進めたなあ吐作じいさんロスコー家は先代のお父さんからして広い入れ墨気違いであったが今の若いロスコー君も先代に輪をかけた入れ墨気違いだったのだろうそれがいつの間にか奥さんのマリーさんに伝染してしまったが。 お前は一切そんなことをロスコー夫婦に口止めされていたんだろうお前はちょうど日露戦争ごろに先代のロスコーさんと知り合いになってそれ以来ずっとロスコー家に奉職していたんじゃないかその先代にもお前はやはり入れ墨のことを口止めされていたのでお前はロスコー家にいる限り 娘夫婦の幸福のためにロスコ家の秘密をしゃべらないことに決めていたんじゃないかまだまだ詳しいことがすっかり調べがついているんだから隠したって無駄だよおじいさん東作老人はここまで行ってきた博士の言葉のうちに太いため息を一つした司法主任から加え直さしてもらった朝日をすいすい しわがれた響きの強い声でギスギスと話し出したまん丸く開いた正直者一流の露骨な視線を犬田博士の真正面に据えながら「ええかしこまりました」「ロスコーの若旦那がお亡くなりになりましたのはやっぱりまったくなんで」ええ、 それなら、いたしかたござりません。何もかもを白状いたします。ええ。私は、こう見えても、江戸っ子でござりまして、本籍は神田のまる町○○番地ということになっております。あの辺りでだかい八尾球の料理番の子に生まれまして、そのまんま若い自分から親のまね事をして、 野王宮の大将にかわいがられておりましたもので。へい。ところがでございます。人間てえものは腕が少しできてまいりますと。どうも。そな。へへへ。ちっとばかり慢心いたしまして。世話講釈の文句どおりに飲む、打つ、買うの三道楽で。 日本にいられなくなりましたので、ひとつ上海へ渡って、ちゃんちゃんとケトの料理を習って、ひと旗あげてやろうでんで、日清戦争のちょっと前ぐらいでございましたか、上海へ渡るつもりで船へ乗りましたのが、間違って香港へ着いてしまいましたので、ええ。私が船を間違えたのか、船が私を間違えたのか、 そこんところがはっきりいたしませるが、ともかく香港へおろされちまいましたので、弱りました。ところが、世の中てえものは妙なもので、何が幸せになるものかわかりません。その市内へ出立しがけに、先へ着いてから、ちゃんころと間違えられねえ用心にと思いまして、横浜の堀立って職人に頼んで、 ご覧のとおり、みっともねえ傷を体中につけてもらっておりましたが、そいつが香港でものを言いまして、いいかげんな悪党と見られたものでございましょう。ちょっとした料理屋の下回りに落ち着きましたようなことで。へえ。ところがまた、持って生まれた因果とでも申しましょうか。 ちゃん料理とバタ料理が手についてきていくらか名前が知れるようになりますとまたもや前に申しましたような三道楽の虫がムクムクと動き始めましたものでことにあちらの道楽と申しますとご承知のとおり日本とは違って悪の聞き方が段違いなんで。 とてもあくどいむちゃくちゃなものですからひとたまりもありませぬ。まもなくものすごい地獄みてえなインチキ賭博にひっかかってすってんてんにされてしまいましたので悔し紛れにそのとばのテーブルの上にひっくり返ってくれました。そのインチキのネタをめちゃくちゃにばらしてくれましたが。 何しろ多勢に無勢ですからかないません。十何人の血統やジ々を相手に大げんかをいたしましたあげく半殺しにのされたまんまその賭場の地下室に放り込まれてしまいました。ところがまたこれこそ天の助けというものでございましょうか。変わったお方があればあるもので。 かねてから入れ墨の研究のために姿を変えてその賭ばへ出入りしてござった香港領事のロスコーの大旦那が大金を出して私の命を買ってくだすってお宅の料理番にしてくだすったものでええこれがご縁というものでございましょうか私もそれっきり観念いたしまして 一生涯このロスコーの大旦那様にご奉公をさせていただく覚悟を決めたものでございます。もっともロスコーの大旦那は横浜の掘り立つの仕事ぶりについて私にいろいろとお尋ねになった後で私の入れ墨の写真を撮っておしまいになるとお前にはもう用はない出て行ってもいいってんで日本へ帰る旅費までくだすったんですが しかし、どうも、一旦思い込んだら、動きの取れないのが、私の性分で。私には、いまひとつには、その頃ろ、五つか六つぐらいでしたろうか。その、お嬢さんの、マリーさんっておっしゃるのが、すっかり私になじんでしまって、とうとう、とうとうって、お話にならないんで。どんなに泣いておいでになっても、 私が背中の入れ墨を出してお目にかけるとすぐにお泣きみになるくらいなんでついずるずるべったりになりましたようなわけでえい自殺をなすった若旦那のロスコー様はご用心でけすそのころ領事館のセクリタリとかいうものをやっておいでになったゼームスさんって方の C 大学を出なすった学生さんだそうで絵がお好きなところから先代のロスコさんに可愛がられなすって入れ墨の写真の色づけを手伝っていなさるうちにだんだんと入れ墨が面白くなってきたとかいうお話でございましたがこのゼームスさんにお嬢さんのマリーさんがベタ漏れなんでとうとうロスコの大旦那が顔負けしちゃって お二人の関係をご承知なすって、のっぴきならない先口をみんな断っておしまいになったというお話でございましたが、ところが、旦那方の前でげずが、西洋人の惚れ方ってのはよっぽどへんてこでね、おかしゅうがすよ。惚れ合えば惚れ合ってくるほど、吉ちがいじみてくるようで、お父さんがお亡くなりになってから、 若いご夫婦でこちらへお引っ越しになると、二人がかりでいろんな道具や材料を仕込んできて、雌岬のお屋敷にあんな油田を作り上げて何をなさるのかと思うと、おかしくって見ちゃいられませんでしたが、これも先代様への恩返しのため、また一つは娘夫婦のためと思って、 我慢してご奉公をいたしておりましたようなことで、えい。娘と申しますのは、ただいま R 氏で玉突き屋をやっております、今年25の、香港生まれで、親の口から申しますのもなんでございますが、死んだ母親に似たしっかり者でございます。亭主と申しますのは、 娘より一つ年下で、今に SL 病院の医者になると申しまして、R 大学の4年生で勉強いたしております。その養子の話によりますと、ご存知か知りませんが、この S 岬のマリーさんと申しますのは、アイルランド人のおふくろさんの血を受けているのでございましょう。この R c 中の学生さん仲間では、 大学生は申すまでもなく生意気な中学生までが日曜になるとよく学校のボートをこぎ出してこの餌岬へつけてぞろぞろ見に参りましたものでございましたがそのたんびに追い払うのは私の役目で中学生なんぞはまるで野良猫みたいにうるさいやつらばっかりでございました。 どうかするとロスコーの若旦那と奥さんが差し向かいでごはんを食べている窓ガラスをカーテンの外からガタガタ揺すぶるやつなんかがおりましたがそんな時に腹を立てて真っ先に飛び出すのは若旦那でも私でもございませんいつもマリー夫人なんでそれはとても気の強い方でございました どうかすると、チガいみたいになって、ピストルを持ち出して、女だてらに海岸を逃げていく学生に向かってぶっ放したこともありましたが、その奥さんのピストルが、またなかなかの名人らしゅうございましたよ。香港でよく射撃の会か何かに出かけなすって、大きな銀のカップを取ってござったことなんかあるくらいでしたから、相当お得意だったのでございましょう。 逃げてゆく学生の足元を打って砂を学生の頭から引っかけたり波打ち際に揺られているボートの火事の金具を打ち放したりなさるのには驚きました学生たちもそんなことで肝を潰したと見えてだんだん冷やかしに来なくなりましたがそんなことのあるたんびにロスコーのらんなは 真っ青になって食卓へへばりついてガタガタ震えてござったものでまるで話があべこメでございましたうそごとのようでございますがまったくなんでえい、え、そんな調子でございますからロスコーのが旦那が自殺させちゃったのは頼りにしてござった奥さんが亡くなられたのを 心から力落ちしなすったせいだろうと思いますが、とんだことになりまして、何もかも私がうっかりいたしておりましたために、取り返しのつかぬことになってしまいまして、先代のロスコ様に合わせる顔もございません。ただ一つ不思議なのは、あの晩が月夜だったことでございます。 あの時には旦那方から月が出ているはずはないとひどくお叱りを受けましたがそれから後この留置場へぶち込まれまして窓の目隠し越しの三日月様を見て指を折ってみますと確かにあの晩は闇夜だったはずなんでところがまたあの晩に私があの松原の中で 松の葉越しにまん丸いギラギラ光るお月様を見ましたことも間違いございませんのでそれが夢でない証拠には私のような老人があの真っ暗闇の松原の中を何にも引っかからずに通り抜けてあの危なっかしい岩山の絶頂に登って寝ていたのでございますからね飲み差しの看板もそこにちゃんと立っていたのですから 月明かりを頼りにしたことは間違いねえと思いますので、こればっかりは不思議で不思議でしようがないのでございます。いいえ、どういたしまして。この年になるまで寝ぼけたことなんかただの一でもござんせん。寝言一つほかに聞かれたことがねえんで。不思議と言ったって、こんな不思議なことはござんせん。 それにあくの日のくたびれようと頭の痛み加減がまたいつもと変わっておりましたようで、口の中のへんてこなにおいと味わいがまるで大病をしたあとのようで、ここへ入ってからも飯が喉へ通らないくらいでございました。へ、え、い、え、二日酔いの気持ちとはまるで別なんで。へ、え、い、え。 もったいない大恩人のお子さんご夫婦を殺すなんて大それたことを何でいたしましょうロスコーさんのご夫婦には相当の財産があったには違いございませぬがそれがどこにどうしてあるのやら私には関係もござんせぬし知りもいたしませぬ。私は今年71になりますが そんなことをして、娘や養子の一生涯に泥を塗るのが、どんなにバカバカしい。そろばんに合わない話しかわからないほど、もうろくいたしてはおりませぬつもり。なんで、ええ。どうぞまっぴら。ご勘弁を。物語を終わった盗作爺が、煙草をもう一本吸わしてもらって。 熱いお茶を一杯ごちそうになってから所長室を出て行くと所長は心持ち赤面 CC 事件全体についての意見を犬田博士に問うてみたそれにつられて列席していた犯検事特攻会員、司法主任の連中も犬田博士の意見に対して敬意を払い始めたらしく目を輝かして固唾をのんだ しかし犬田博士はこの時にまだ多くを言わなかったこれは案外平凡な事件かもしれませんなとにかくお差し支えのない限りご都合のいい日に今一度現場を見せていただけますわいか今少し確かめてみたいこともありますし何かご参考になることが見つかるかもしれませんからそうすると 何か犯人についての心当たりでも」と横合いから司法主任が口を出した熱心な司法主任は犬田博士と盗作の問答を傍観しているうちにこの事件に対する気分がすっかり転換して全然別の新しい観点から頭を働かせ始めたらしい鋭い生き生きした瞳を輝かしていた しかし犬田博士は結論を急がなかった施策を整理するかのように目を閉じて頭を振ったいやまだはっきりしませぬただこれは今の当作老人の初対面の印象を医学上から来た一つの仮想を根拠として申し上げることですから無条件でお取り上げになっては困るのですが今の老人は。 どうもこの事件に関係はないようですその仮装の根拠とおっしゃるのはと司法主任が少し鋭く突っ込んだけれども犬と博士は依然として落ち着いていたきちんと椅子に腰をかけたまま軽い謎のような微笑を浮かべただけであった そのげであった犬田博士賀茂検事市川判事山口所長司法主任私服特攻会員の2名のほかにいち早くこの事件を嗅ぎつけてきた新聞記者1名を乗せたモーターボートが R 氏のふ頭を離れて なだらかな内海の上をぐんぐんと雌岬へ接近していったちなみに前期の特攻会員2名はこの事件に新聞記者を立ち入らせるのを非常に嫌っていたがその記者を信用している犬田博士と山口老書長が新聞に一行も書かせないことを保証してかろうじて同情を承知させたものであった一つにはその記者の感情を害すると どこかで手厳しい報復をされることを一同が恐れているせいでもあったろう雌岬に到着するまでに犬田博士は雌岬の地理とロスコー家の間取りを参謀本部の5万分の1の地図と司法主任の見取り図を参考にしながらできるだけ詳細にわたって聞き取った犬田博士は運転手に頼んでモーターボートを S、岬の突端にある問題の岩山の寝方につけてもらって一同をそこから上陸してもらったそれから自身は盗作が波を見ながら酒を飲んだという岩山の上の草原に立ってほとんど暗夜と変わらないくらいに濃い分厚い黒ガラスを貼った飛行メガネをかけた四方を注意深く見回すと自分一人で危なっかしい岩角をたどって 水際まで降りていった。それから腰を高くしたり低くしたりして足場を探り探り岩山の周囲を探検するうちにやっと満足したらしくをを外しして一行を手招きした。それから今一度黒眼鏡をかけてゴロゴロ石ばかりの松原の中をスタスタとロス光家の裏手にある盗作の別室まで来ると。 扉の内側を念入りに調べていたがまたも満足したらしく軽いため息をして汗を拭いた閉じまりをした司法主任がうなずいた一同が犬田博士を取り巻いた。 この家からあの岩の岬まで真っ暗闇の中を歩いてくるのは決して困難じゃありません松の間のゴロゴロ石の上を比較的広い隙間がずっと向こうまで行き抜けておりますこの黒眼鏡をかけてごらんなさいこれは僕が眼鏡屋に命じて作らせた新発明品で夜中に起こった事件を昼間調べる場合に応用しますとかなり微妙な働きをするのです <laughs> いや特許を受けるほどのものでもありませんがご覧なさい肉眼ではちょっと見えませんがこれをかけるとわかりますあの岩山からこっちのゴロゴロ石へかけて心持ち白く光っている道筋が見えましょうこれは人間の通ったあとのわずかなめつの重なり合いがそう見えるので平成誰も行かない こっちの便所の裏の松原にはそんなものが見えないでしょうこのまめつは岩山の向こうの岩だらけの波打ち際まで続いているのでこうした微妙な天候の反射作用は昼間はかえってわからない暗闇が深ければ深いほどはっきりしてくるものですつまり盗作老人はもとよりのことロスコー家の人々は 昼間夜間を問わず何度となくあの岩山に登って向こうの波打ち際まで降りていったことがあるので目をつむっても本能的な勘で通り抜けられるくらい慣れきった道になっているのでしょう盗作老人はそれを忘れているものですから真の闇夜にこの松原を抜けてあの岩山に登るのは不可能だと信じきってあんなことを言うのです こうした点をよく注意して考えてみますと、盗作老人は、その事件当夜に麻酔をかけられていたものではないかという疑いが可能になってくるようです。脳髄の機能をここで説明すると時間を取りますが、盗作は相当の酒飲みなので、十分、十二分に麻酔をかけたつもりでも、半分ぐらいしかかかっていないことが医学上あり得るのです。 反水の時にはよく盗作のようなはっきりした月や太陽を見たり反自覚的な夢中有効を起こしたりすることがあるのです盗作自身の翌朝の心身の疲労倦怠頭痛口の中や鼻腔の異臭深い実などは皆こうした推理を裏書きしていることになりますので結局するところ盗作の「夢中有効」 晦日の闇夜に見たという満月や銀色の大潮浪などというものが盗作自身の現場不在証明になってくると同時に犯人の手口に関する有力な手がかりを証明していると思いますですから犯人は多分ロス講師の留守を狙っていたものでしょうこの部屋に酔って寝ている盗作を麻酔させておいて軒下の漆喰図体に たびでも履いて玄関へ渡れば足音も聞こえず、足跡も残りませぬ。万一誤ってマリー夫人に騒がれるようなことがあっても、たかが女1人。というのが犯人の心づもりではなかったでしょうか？もっともこれはまだ僕の憶測の範囲を出ていない話ですが。犬田博士の話の切り目を待ちかねていた。司法主任が。 多少のの興奮気味に拝見塚を引き寄せたそうすると先生のその憶測ではその犯人は麻酔剤を使用し万能鍵を持っているやつですから相当のやつですね犬田博士は軽く手を振って笑ったははは、<laughs> まだ部屋の中を見ないのですから結論をつけるには早すぎます。 目下のところ確定しているのは、盗作が犯人ではないこと、犯人らしい奴が麻酔薬の使用に慣れていることと、この二つだけです。しかし、そんな犯人がこの方面へ立ち回った形跡があるのですか。司法主任はちょっと返事を躊躇して所長の顔を見た。所長は応用にうなずいた。うん キャッツとするとちっと立ち回りが早すぎるようじゃがなこの家の周囲や出入りの模様を研究するだけでも1週間ぐらいかかるはずだがキャッツだとするとちょっと待ってください犬田博士はすかさず手を挙げて制したもう少し犯人に関する確証が上がるまで待ってください最後まで研究してみて その犯人にぴったり来るかどうかが問題なのですから指紋は一つもないでしょうどこにも所長が無言のまま目を丸くして犬田博士の顔を見た同時に司法主任がハッと硬直したそうして2人とも子供のように犬田博士の顔を凝視したままうなずいた それは犯人が決定しかけている直前の緊張した感激に満ち満ちた瞬間であった後から聞いたところによるとこの事件の収支を通じてこの時ぐらい署長と司法主任が度義務を抜かれたことはなかったというもちろん犬田博士はまだこの家の内部を一度も調べたことはなかったが一番最初に所長の話を聞いた時から 指紋が1つも残っていないことをあらかた察していたので何気なくこういったものであったがこの時に署長と司法主任の警部の想像に浮かんでいた犯人の特徴の1つとして手配されてきた書類の中にいかなる場合にも指紋を残さずという一行が特筆されていたのでその点、不意打ち式にズバリと言い当てた犬田博士の言葉に2人とも ほととんど神に近いいを感じたという続いて犬田博士は数人の専門家が鋭い目を光らしている前で犯人の侵入路と確認されている玄関の扉を調べたが何も新しく得るところがなかったのですぐ横の寝室の扉の前まで来たこの扉には万能鍵を用いた形跡はありませんね。 余判事と主任警部が同時にうなずいた犬田博士もうなずいて微笑したマリー夫人はロスコー氏が持って出ていった玄関の鍵一つで安心してこの扉には鍵をかけずに眠っていたわけですねマリー夫人はそうした点まで気が強かった極端に言うと女らしくない程度にまで大胆不敵な男勝りであったと考えられるようですが どんなものでしょうか。今度は余震判事と特攻家の2人が同時にうなずいた余震判事は静かに言った婦人の寝台にあった鍵束にはこの扉に合う鍵が2つありましたしかしロスコー氏の意外のポケットから発見された鍵束にはこの扉の鍵がなかったのです そうした説明を聞いているうちに犬田博士はその寝室の扉をぴったりと閉めて鍵穴から内部をのぞいてみたそうして自分のひざまずいたひざ小僧の正面にあたる扉の青ペンキ塗りの表面に剣当をつけて指紋検出用のアルミニウム粉末をしきりに振りかけていたがやがて犬田博士のひざよりももう少し下部にあたるところから。 不等辺三角形に重なり合った荒い皮膚の注文を発見するとさすがにうれしかったと見えて真っ赤に蒸気した額の汗をふきふき一同に指示したこのはははやはりりでですね日本人でないかを、ね、しかしかなり背の低いやつと見えて。 しゃがんでこの鍵穴をのぞく拍子に誤ってこんなところにひざ小僧を押しつけたのです多分本人は無意識の中に忘れてしまっているだろうと思いますが所長も太いため息をシし、シ安心したように汗を拭いた加茂検事を顧みて言ったこれだから R 氏にも鑑識課を一つ置いてくれと。 僕がいいつも言っているんだよ。一同がそれぞれに同感らしくうなずいたそのうちに犬田博士は寝室に入った死体を除いた以外の状況はその当時のままになっている寝台の上下左右を詳細に調べた後に検事を顧みていったその当時に使用した伝統のコードは寝台の下に転がっている 豆スタンドのものもでしたかね横合いから司法主任が引き取って答えたそうですここに持ってきております自身に下げてきた中くらいの箱かばんの中から新聞包みのコードを取り出したそのコードの犯人が手で握ったところの折れ曲がり謎もその時の通りですかそうです その点を特に注意して保存しておきましたが犬田博士の顔に言い知れぬ満足の色が浮かんだそれはどうも結構でしたちょっと拝見といううちに犬田博士は定重な手つきでコードを受け取ったがすぐ司法主任を振り返ったこれは一巻き巻きかかっていたのですかいや 二巻ですご覧のとおりマリー夫人が吐き出した血が3か所に付着しておりますその血痕がぴったり重なり合うところがマリー夫人の首の太さになっておりますわけでいかにもなるほどしてみると犯人はマリー夫人が眠っている間にそっとふた巻巻いておいて突然絞殺にかかったわけですねそうです ですから計画的な殺人と認めているのですが犬田博士は調査を終わった寝台の端に片足をかけて足首の上の細いところへそのコードを2巻巻き巻きつけた犯人の力で折れ曲がったところをその通り掴んだままぎゅうぎゅうと締めてみたそうしてコードにこびりついている血痕の 3か所の中心が完全に重なり合うところまで来ると緊張した表情のまま検事を顧みたこの犯人はやはり小男ですねこのコードの折れ曲がりを起点とした力の入れ具合を見ると肩幅が普通人よりも狭いようです盗作老人もロスコー氏も肩幅が並外れて広いのですからね他の西洋人はもちろんのこと 日本人でもこんなに狭いのはまず珍しいでしょう。と、我望賢治が質問した。犬田博士は苦笑いらしい顔を描いた。さあ、その点は私にもわかりませんがね。おそらくこの事件の中では一番デリケートなところでしょう。それから犬田博士は寝台の上にかけてあった羽布団をめくって、

それから、この黄色の反紋は死後についた砲尿のところでこの2箇所を起点として死体の最後の位置を書いてみますとこんな形状位置になりましょうつまり西洋婦人としては幾分小型ですが日本の普通の男子よりも少し大きいくらいの体格ですねえそうだったでしょうところでこのマリー夫人の伝部の 向かって右側のここに極めて淡い黄色の斑点が現れておりますこれは事件直後には誰も気づかれていなかったものがこの数日のうちに空気に触れて変色・減少されたものでマリー夫人のある種の体液が格闘の最中にどうかして犯人の露出した右の膝頭に触れたものがここの箇所に力強く押し付けられていたのを 犯人も気づかずにいたものと考えられます。それから、こっちの裾の方にある2つの薄黒い斑紋は？形状から見て犯人の足袋のつま先に付着していたほこりの結婚と思われますが。これも相当に力強くプレスされたためにかろうじて残っているので、肉眼ではほとんど見えません。この右の膝頭と。 つまままののすすかかからししてみますと、犯人がとががああるるなこでわかりますいずれ帰ってから本式に計算した書類を差し出しますが。と説明しながら犬田博士はポケットから小さな巻き尺を取り出して薄黄色と薄黒の2つの半文間の距離を測定して手帳に記入した。 山口老所長は喜びに耐えないかのように額を輝かしながらそばの司法主任の警部を返り見た。やっぱりキャッツだね。そうです。間違いありません。と警部も満足らしくうなずいた。指紋を一つも残しておりませんので、万日キャッツじゃないかとも思っておりましたが。うん,うん。 しかし、ケツはこんな無茶なことを決してせぬやつじゃったが、それに物を一つも取っておらんところが怪しいでな。そうです。そのおかげで捜査方針が全く立たなかったのです。いや、助かりましたよ。君らの方で盗作老人を交流してくれたんで、これだけの糸口が解けてきたわけだね。盗作が、

いよいよのところがわかりましょう。指紋と同じ価値があるのですから。司法主任の警部は、検事、判事、所長と何事かひそひそと打ち合わせているうちに、大急ぎでロス公家を出て行った。それは時を移さず手配をするために、リンダ病院の電話を借りに行ったものであった。しかし、犬田博士の活躍はまだ終わりを告げなかった。 それから犬田博士は2人の特攻会員と協力してロスコー家の内外をくまなく捜索したその結果浴室の天井裏のタイルの裏面から重要な機密書類をおびただしく発見したそうであるがその内容はうかがい知る由もないただその後の調査によってその時までロスコー家にかけられていた 国際スパイの嫌疑に関する主犯者は他ならぬマリー夫人に相違ないことが確認されたというすなわちマリー夫人はその美貌と入れ墨等を利用する親譲りの国際スパイであったその背部に施してある入れ墨の中で普通よりも引きうがめられている部分を直線で連絡してみると一つの旧式要塞の図になっていて 星は砲朗花は放題、雲は森林として配置されていることが判明した同時に夫のロスコー氏はその重版で夫人の命令の間に間に与えられた地形図を図案化して入れ墨する技術士に過ぎなかったまた雇い男の盗作はそんなことを全然知らなかったらしくロスコー夫婦の 常識を超越した変態恋愛遊戯に並行させられながらも先代以来の恩をもって一途に忠義立てをしていたものであったことがその後数字の取り調べによってやっと了解されたことを不きし得るのみであるそうしてそのような事実がこの事件の本質的な興味とは全然無関係なものであったことも冒頭に述べた通りである なお、犬田博士はこの時に自分の研究の参考資料としてロスコー家の入れ墨研究に関する書類を事件に直接関係のない部分だけもらい受けたいと申し出たがそれは犯人の収穫後1年半以上経過してから許可されたそして惜しいことにこの間の R 大学法医学部の開花事件の時に焼失してしまったことを 合わせてしてしおく。犯人はやはり犬田博士の推測通りの五尺一寸足らずの高男であった S 岬事件の起こる2週間前に相当遠距離にある刑務所を出ると間もなく各地を荒らし回ったために R 市方面へも手配されていた麻薬の音本名柏村音吉37歳という前科通販で 貨人に麻薬をくれて騒がれない用心をして金品を奪うのを専門にしている有名な教力であったが S 岬事件後6ヶ月ほど経って R 市から100マイルばかり隔たった大都市の遊郭で古い馴染みの女と遊興中同志の敏腕な刑事に怪しまれて逮捕されたものであったその時の自白によると音吉は R 市の某うどん屋で天丼を食っているうちに かつてマリー夫人を見に行ったことのある中学生連中の雑談から S 岬の地形やロスコー家の建築の概要生活状態などを聞き出し屈強の稼ぎ場と考えついた。それがちょうどあの土曜日の夕方だったのでそのうどん屋の電話室に入って市内の石油ストーブ屋の名前を探し出してその名前で ロスコー氏の飽食している石油会社に電話をかけて給仕を呼び出しロスコーさんの自宅にお目にかかりたいがとカマをかけてみたそうして「ロスコーさんは今夜お宅にお帰りになりませんからこちらへおいでください」という返事を聞くと後期一巣べからずと思ったのでそれ以外のことは全然無計画のまま。 約二人分の麻酔薬を手に入れ大胆にも R 市の海岸にある貸ート屋の貝を二本盗み出し左右のクラッチの穴へ二本の手ぬぐいを通して貝を結びつけアンヤを頼りに S 岬の岩角にこぎつけ中学生の話の通りに岩山を越えてロスコー家に忍び寄りまず電話線と予備林線を切断し水布している盗作を麻酔にかけ始めたが 案外麻酔が効かないのに驚いた持ってきたエーテルとクロロフォルムを最後の一滴まで使用してやっと目的を達したように思ったそこであとはまかり間違っても鷹の知れた女一匹という了見で勇敢に玄関の扉の鍵をこじ開けたものであったそれから目的の書斎に忍び込むべく寝室を通過するときに 天井からぶら下がったほの黒い一色の伝統の明かりでマリー夫人の寝姿を見るとふと妙な気持ちになったので枕元の豆スタンドのコードを取り外して考察にかかってみると女と侮ったのが大間違いで驚くべき猛烈な抵抗にぶっつかり夢中になって格闘の結果やっと目的を達したというつまり犯人は 十分の研究を遂げた後に忍び込んだものという最初の推測だけが見事に外れていたわけでその他の部分はかなり正確に的中していたことになるだから音吉は最初知らぬ存ぜぬの一点張りで極力殺人の重罪を免れようと試みたものであったが司法主任から現場に突きつけられてその犯行当時の手順から心理状態などを 順序正しく尋問されて最後にシーツに刻印されているその長さと伝統コードに残っている肩幅とその膝頭の収紋とを突き合わせられるとさすがの音吉も汗びっしょりになって恐れ入ってしまったそこまでお調べが届いていちゃあ白を切っても間に合いませぬ私の運の月きでございましょう。 女家刀をお殺したのは私に相違ございませぬ。今まで仕事以外には女なんか振り向いたこともない私でございましたが、あの晩に限って魔が差したのでございましょう。どうもあの入れ墨がいけなかったようで、薄暗い伝統の下に裸っている真っ白い雪のようなお乳の横に、 毒々しい真っ青な花びらが浮き上がってすやすやと寝息をしているもんですからつい妙な気持ちになってしまいました私の一生のしくじりでございました女ってえものはやっぱり魔物なんでへへへ何にも取らずに逃げ出しました理由は他でもございません。 あの稽古女を片付けてほっとしておりますうちに波の音一つ聞こえないくらいシーンとなっているガラス窓の外の闇の中でわずかに草履を引きずるような音がゾロッゾロゾロっと聞こえてきたのです私は思わずハッと硬くなってしまいました生まれて初めて人を殺しましたので気持ちがどうかなっていたのでございましょう なんだか知れませんが恐ろしく慌ててしまいました大急ぎで天井裏の親子電球を引っ張り消して垂れていた窓掛けをまくり上げてガラス窓におでこを押しつけて目を定めておりますと思いがけない一人の大きな人間の姿が目の前の白壁の前を横切って小遣い部屋の入り口の方へまいりましたがその時にその人間がたった今 普通の人間の2倍ぐらい麻酔をかませてきた小遣いの白髪じいさんにそういないことが分かりました時には頭からぞーっと水を浴びせられたような気持ちになりましたしかもその白髪じいさんはもう一度入り口から出てきて白壁の前を通り抜けるのを見ますとなんだか白く光る刃物のようなものをこんなふうに 逆手に持っているようでそいつが真正面を見つめたまま反り身になって溶けかかった帯をだらりと背後に引きずりながら神主さんみたいな足取りですーすーと真っ暗な松原の中へ曲がり込んでいくようですそれを見ますと私はいよいよ恐ろしくてたまらなくなりましたので女毛頭の死骸をほったらかしたまま 後じさりをして玄関の外へ出ましたがそれから無我夢中であの岩山の上によじ登ってボートのところへ降りようといたしますとすぐ近くの草原の中からふいにゴーリゴーリといういびきの音が聞こえましたときにはさすがの私も肝っ玉が飛び上がりましたもう少しで気絶するところでございました すぐに草の中に身を伏せて闇になれた目でよく見ますとそれはやっぱり最前麻酔させたばっかりの白髪頭の小遣いじいに相違ございませぬ逆手に持っていた刃物と見えたのは白い瀬戸の看板だったことまでわかりましたがもう引き返すだけの勇気はありませんでしたそれから一生懸命ボートをこいで 海の真ん中辺りまで来たと思ってほっとしたときにやっと髪の毛がザワザワザワと逆立って歯の根がガタガタ言い始めたようなことであのときのように恐ろしかったことは生まれて初めてであの仕事ばっかりは最初から始まいまで間が差し通していたような気がしますしかし 私があのじいさんに麻酔をかけたことがどうしてお分かりになったのかどうも不思議でございますあの麻酔の一件さえわからなければめったに私と星を刺される気遣いはないと思っていてできるだけの用心をしていたつもりでございましたが散らかるといけませんから脱脂綿の代わりにあのおじいさんのフル手ぬぐいを使いましたしじいさんの寝姿は 酔っ払って寝て寝いるとししし、か思えませんでしたし薬瓶は2つとも途中の海の上で捨ててしまいましたし後から本人が思い出す気遣いはなおさらありませぬはずなのにまるで現場で見ておいでになったようなお話でと目をパチクリさせていたというただし音吉がそれほどに巧妙な麻酔薬の使用法を どこで習得したか、いかなる手段で薬品を手に入れたかという事実はいかんながら聞き落とした当時の R 書院はことごとく転任してしまっているし犬田博士もぶっこしている今日筆者としては再び探り出す便宜がないようである盗作老人はまだ生きているどこか単純なぐどんな性格を持っているらしく 91歳の高齢でありながら娘夫婦が勇めるのも聞かずにある市の某病院の炊事婦を務めていることがこの間、ちょっとした新聞記事に出ていた。